Hello everyone, and welcome back to a new reaction video. Today we continue with a certain scientific railgun. Episode 23. I won't waste any more time. Let's see how they will continue this arc and how they will finish it, actually, because I expect a cliffhanger at the end of this one. So if you want to see the full uncut reaction, you can find it on my Patreon in the description below. Let's go. ハルウェさん、 お友達よ。 バンリーちゃん、 本当にバンリーちゃんだ。 そうだ、 ウエハルさんたちに連絡しなきゃ。 じゃあ、 行方不明だった 10名の子供たちは MAR の研究室に保護されたのね。 けど、 今回の事件にも あの木山が関係していたなんてね。 それで、 江戸崎さんたちを起こす方法は テレスティーナさんが見つけてくれるんですよね。 え、 ああ、 うん、お姉様のことですから。どうせ木山晴美のことを気になさっているのでしょう。彼女から子供たちを取り上げてしまって本当に良かったのだろうか。とか、お姉様の判断は正しかった。黒子はそう思いますの。うん。ですが、一人で怪しい場所に乗り込むなんて。自分から探しに行かないと。ハルウェさん、良かったね。あの子たちを救うためなら私は何だってする。Hopefully she finds out the true face of this Telestina. Sumimasen sensei, ima wa nanimo. Ano, kimi ka. Watashi no tomodachi ni Haruue-san tte ko ga irun desu. Haruue-san wa telepasu de portal geist-o-jiken ga okoru tabi Edasaki-san no koe ga kikoete te. Kedo Edasaki-san ga mitsukatta kara, dakara Haruue-san, tottemo yorokobu to omoimasu. Why you came here? わからないんですけど。もう少しでワクチンは完成するところだった。あとはファーストサンプルさえ手に入れば、そうすればあの子たちの暴走を鎮め、目覚めさせることができた。そのデータを持って MAR行きましょう。それで江田崎さんたちに合わせてもらいたいんですけど。残念だけど無理ね。子供たちは移送することになったの。ここよりも設備の整った施設に行くのよ。どこの施設ですか？それを教えるわけにはいかないわ。Come on。MARが責任を持って直してみせるわ。That are lies。ハルウェさんも一緒だから。どうして？だってずっと探してた仲良しのお友達なんだもの。一緒にいたいんじゃないかな。でも選んで。はい、選んだ色が出たらハルウェさんでも子供たちでも合わせたい。あの、仕方ないわね。じゃあ黄色にしとく。Wait, what? あら残念、ジャイロ。からかわないでください。おろ、私を真面目よ。あら、シードロップテッド。ノーノーノー、テレスティーナさん。オーマイ。どうせこんなデータ役に立たないから。カモン。そろそろお時間です。木原所長。木原、あら、知らなかった。私のミドルネーム。おウェイ、ザッツザサイエンティスト。テレスティーナ木原ライフライン。貴様、本当、木山先生大丈夫ですか？ 私たち忙しいの。そろそろお引き取りいただけるかしら。あ、もしもし、ウイハル？今どこ？ウイハル？ちょっと投げちゃわからないでしょ。ねえ、ウイハルってば。ポルターガイスト関連の資料集め終わりました。それ全部捨ててくれ。今MARから連絡があって、ポルターガイストの件はもういいって。そんな、頑張ったのに、なんでですか？ 終わったからとしか言わないんだよ。それっておかしくないですか？テレスティーナ木原は本当にそう言ったんですね。それで木山晴美は。落ち着いてウイハル、大丈夫だから。テレスティーナ木原ライフライン、木原現世の血縁孫なんですって。こないだの木原現世の論文から当時の研究所の職員データにあたったの。ということはテレスティーナは現世の研究所士もしていたと。<笑> テレスティーナが能力体結晶実験の最初の被験者。おお、なんてこと。じゃあ木原現世は自分の孫を実験台にしたって言うんですか？その孫が木原の実験を手伝って。ミサカ、いつ time to do some work。いつまでそうやって泣いているつもりですの。 We have work to do. いつになったら、ジャッジメントのウイハルに戻ってくれますの？答えてください。
お願い。ハルウェイさんたちの移送先を、可能性のある場所を。ん？あれ？ミサカ、あれ？Oh my god. She is pissed. ちなみに今のに例の子供たちが乗ってたんだけど、いいの追いかけなくて。騙したわね。怒った？一体何を企んでるの？木原元帥の孫娘、それでいて能力体結晶の最初の被験者、おじいさんの実験台にされるなんて。なのにあんたは元帥の研究を手伝い、子供たちを連れ去った。一体どういうつもりなの？よく調べたじゃねえか、お利口さん。けどな、どういうつもりと聞かれて答えるやつはいねえんだよ。バーカ、そんなに知りたきゃ力ずくで言わせてみろや。Oh my god, whole station has this? どうしてあんたが？だってこれを作ったのは私だからだよ。スキルアウトに試作品を流したらたくさんデータが集まってな。まあその分ちっとばかしでかくなりすぎたがな。スキルアウトはモルモットじゃない。どこっちゃいら。あんだよ、調整がいまいちじゃないか。でもまあそれも面白いかい。グラネイトランチャー、一体何の騒ぎですの？あれって、ミサカさん？あなたみたいな子って本当に素敵。正義感にあふれて頑張り屋で、そういうあなたやお友達のおかげで、あの子供たちを見つけることができたわ。だからご褒美に教えてあげる。私の目的は能力体結晶を完成させること。誰にも邪魔はさせねえ。おい、面白いモルモットが手に入ったぞ。誰か運んどけ。お待ちなさい。あなた方がお連れになっているその方を、私金剛ミックの友人と知っての狼藉ですの。Can you do something? 各隊状況は？メルガンを取り逃がしました。だと？今周囲を捜索しています。もういい。てめえらその場で首でもつってろ。お姉様、大丈夫ですか？ミサカさん、痛いところとかないですか？私、痛い。まあ、すべては私のおかげなんですの。そもそも私があの場所に居合わせたの。そう、金剛さんが。あの女。お姉様、急に動かれては。どいて、クロコ。こんなところでのんきに寝てる場合じゃない。早く、ハルウェイさんたちを助けないと。ですから、それは。私が勝手に研究所に忍び込んで、頭に来て、せっかく見つけた子供たちを、テレスティーナに。すべての責任は私にあるの。だから、私があの女を止める。どきなさい、クロコ。サテンさん、ミサカさん、今ミサカさんの目には何が見えていますか？何って、サテンさんだけど。Don't go alone. 私、ごめん。私、なんか見えなくなってた。また、みんなに迷惑かけて。迷惑なんかじゃないです。離れて心配するくらいなら、一緒に苦労したいんです。だって、それが友達じゃないですか。そうですよ、私たちもいるんですから。ん？ありがとう、みんな。じゃあ次はウイハル。え？謝りなさい、白井さんに。ずっと嫌な態度取ってごめんなさいってしなさい。サテンさん、白井さんもです。ウイハル引っ叩いてごめんって謝ってください。ごめんなさい、白井さん。ごめんなさいですので、私には何かありませんの？ Thank you. ありがとう、金剛さん。別に構いませんけど。Holy shit。 ですから、テレスティーナ木原が違法な行為をしているのはもはや明らかなんですの。奴の組織が怪しいのはこっちも分かってたんだよ。今いろいろ調べてるから。そんな悠長に構えてる時間はありませんの。どうにかしてくださいな。うちらにも限界ってもんがあるじゃん。限界を超えることに意味があるんじゃないですか？お前、募集の時の。もう無理だって諦めたらそこで終わりだって言ってたじゃないですか。このままじゃ子供たちが危険なんですよ。少し時間をくれ。はぁ、監視衛星のデータが来ました。これ、このトレーラーの後ろ走ってるのって、Probably キヤマ。キヤマ、OK。キヤマ先生。一人で行っちゃうなんて、しょい込んでんじゃないわよ。お姉さま、
それはツッコミ待ちというのがよろしいんですね。Yes. 案外似た者同士なんじゃないですか。え、この私は何を振ればよろしいの。まだいたんですの。ほら、これ飲みなさい。腹が減っては戦はできぬ。しっかり食べなさい。はい。この記録。The final boss. さて、行きますか。Uh-huh. Oh my god. Let me tell you. I am excited for the next episode, but I am concerned because we only have one episode. The next episode should be the most epic thing that I've seen in a while. It must be. But yeah, going back to the episode at hand, okay, I am just thankful that they figured out that Telestina is not a good person. but damn, actually, like, what I believe, like, they needed, like, three episodes, for them to keep this, like, in check, Telestina, and then completely switched the character once Misaka, I guess, confronted her. That was a nasty transition of the character and the animation as well. So basically, I assume with that Telestina doesn't have Esper powers, or maybe she doesn't use them because she has a mech, and I mean, every single Esper in the town you can beat with that capacity down and just use the mech to beat a living soul out of them. I am surprised that, I guess that's her mistake on, but oh no, I guess she's not kind of person to kill anybody, just I guess put them unconscious and then capture them and use as a, I guess, experiment subject. Because that was a little too close for Misaka to just die because she went on her own. Thank God, Konku Mitsuko saved the day. They still don't show what power she has, but it must be, I mean, she must be strong enough. I believe she's level 4, right? To just, beat one mech guy that was there and also one random dude, I don't know. But they were two guys, one with the mech. And she, I guess, rescued Misaka. Then the whole session with Uyaru bawling her eyes out. I guess she kind of lost it there, but Shirai, I guess, slapped some sense into her. I'm just thankful they set everything straight and they are, like, on the same page now. But man, Kiyama doesn't, like, get a break. Oh my god. Firstly, the first plan was to rescue the children. That was like, okay, let's go back even more. First thing, she was instructed to be like a teacher to them. That went horribly wrong because of that scientist, mad scientist guy. Turns out Telestina is also a granddaughter, yes, of him. I can see the crazy face, yes. And then she got into this level upper Kiyama, right? And everything. And that was stopped. And then we also got her getting all the children back together. And I guess our doctor bailed her out for her to continue the research. And she was this close. But the first sample that is basically Telestina, she couldn't get it. Interesting. And now
even when Uyaru randomly decided to go to her and I guess cheer her up, tell her situation, and decide to bring that data to the MMAR. All the data is destroyed. I don't know how. I'm actually surprised that Telestina didn't capture them both, because they know a lot. So I am surprised about that, but I guess she doesn't care. Kiyama is on her way behind the trailers now, or behind the trucks. Oh, okay. Animation this one picked up a little bit, especially in the fight, and at the end as well. So hopefully they went all in the next or the last episode. I am definitely checking it out right after this one, so thank you for enjoying me into this reaction. If you liked it, give it a thumbs up, leave a comment down below. You can, I guess, write everything you want for this particular arc, because I will already seen the end of this episode by the time you are watching this one. don't type any spoilers for next season, but you can type everything you want for this particular session. So if you're new to the channel, subscribe, click that bell for notifications so you'll be informed of my next reactions, gameplays, reviews, and other things that you put in the comments below for me to check out. And I will see you in the final episode next week. Bye! And now, a special thank you to Fear Machine for additional support on my Patreon.